どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、一緒に幸せになるを服用しましょ。なんだそれは。ってネタパッケージのラムネかしか。お言葉に甘えて一粒もらうことにするぜ。しかし、霊夢はこういうのが好きだよな。ネタに走ったパッケージとか見ると、つい買ってきてしまうのよね。食べ終わった後も飾っておけるし便利だわ。ところで霊夢は面白い恋人というパロディを知ってるか？初耳だわ。白い恋人って、あの有名なお菓子よね。その通りで、そのパロディ商品が面白い恋人なんだ。発想だけで笑えてくるわね。だが、この商品をめぐって笑えない事態が起きたんだ。というか事件になったんだぜ。え、そんなことがあったの？詳しく教えてほしいわ。それじゃ今回は、白い恋人、VS、面白い恋人、事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。霊夢は白い恋人のことをどれくらい知ってるんだ？すごく美味しいことくらいね。でも、人からもらったのを食べただけで買ったことはないのよ。北海道のお菓子なのかなってくらいしか知らないわね。じゃあ簡単に説明していくとするか。白い恋人は北海道札幌市にあるお菓子のメーカーである。石屋製菓が製造と販売を手掛けている洋菓子だぜ。そういえば北海道旅行に行った人にもらったんだったわ。お土産の恒例になってるようだけど昔からあるの？白い恋人は1976年12月に販売開始されたぜ。この名前は、創業者がスキーの帰りに、白い恋人たちが降ってきたよ、と何気なく発したことが由来だそうだ。なんかポエムすぎない。1968年のフランス映画、白い恋人たち、の影響のようだな。この映画は第10回冬季オリンピックの記録映画で、日本でも公開されたぜ。なるほど、そういう元ネタがあったなら納得だわ。それで、白い恋人はバカ売れしたのね。ああ、北海道の雪を思わせる白い見た目や、北海道限定販売にした判断が功を奏してな。限定販売にする判断がすごいわね。それなら、北海道旅行の土産にしたいと思うわ。その通りで北海道土産の定番になったんだ。その人気は現在も不動で、白い恋人は年間2億枚も売れているんだぜ。すごいわね。でも確かに、北海道土産と言ったら白い恋人しか思い浮かばないわ。あとは熊の置物くらいかしら。それはさすがに北海道を知らなすぎるぜ。なお、白い恋人は土産品の売り上げで全国2位の人気を誇ってるんだ。ちなみに1位になってるのは三重県の赤福餅だな。惜しくも2位だったのね。ただ、業界誌がアンケートを元に選定した。20世紀を代表する土産品、では白い恋人が1位になったぜ。さらに1986年にはモンドセレクション金賞も受賞したんだ。完全に北海道のお菓子の顔になったし、人気も実績もついてブランドの地位を確立したというわけね。そういうことだな。なお、白い恋人は公式グッズとしてクッションなども販売されているんだ。しかも、アニメ作品にもなっているんだぜ。まさかのアニメ。2006年に行われた白い恋人発売30周年記念の企画だな。石屋製菓のシンボルマークの2匹の猫のキャラクターを主人公にした、アニメーション作品が制作されて北海道テレビで放送されたんだぜ。アニメ放送まで北海道限定とは徹底してるわね。一応、翌年の2007年に、BS 朝日でも放送されたけどな。とまあ、白い恋人はお菓子としての人気以外の面でも、何かと話題性のある商品というわけだぜ。なんか話を聞いていたら白い恋人が食べたくなってきたわ。あのラングドシャ生地とホワイトチョコレートがたまらないのよね。気持ちはわかるが次は面白い恋人について説明するぜ。面白い恋人ってなんとなく関西臭がするわね。その通りだぜ。面白い恋人は旧吉本クリエイティブエージェンシーが発売元で、販売はサンタプラネットが手掛けたパロディ商品なんだ。2010年7月19日から、関西土産として販売が開始されているんだぜ。私が食べていた幸せになると似たようなものかしら？ネタになる関西土産としては共通した部分があるな。面白い恋人はパッケージや包装など細かい点についても、石屋製菓の白い恋人を模倣しているんだぜ。じゃあ、中身も同じなのかしら？さすがに中身まで同じなのはヤバいと思ったのか。変化はつけてるぜ。面白い恋人はみたらし味のゴーフレットとなっているんだ。大阪土産の一つとして大きな駅や空港で販売されているぜ。確かに大阪に行った土産としてはぴったりね。そういうあらゆるお土産を持って帰りたい人もいるでしょうし。だが、白い恋人の生みの親である石屋製菓について、面白い恋人はさすがに笑えなかったようなんだ。もしかして訴訟を起こしたのかしら？面白い恋人が販売開始された翌年となる。2011年11月28日、石屋製菓は面白い恋人に携わった、吉本興業と吉本クリエイティブエージェンシー、
そしてサンタプラネットの3社を相手取って訴訟を起こしたんだ。どういう理由だったのかしら？商標権侵害と不正競争防止法違反による訴訟だぜ。難しい言葉が連続しているわね。まず商標権から説明するか。商標権というのは提供する商品やサービスにつける、マークやネーミングなどの商標の知的財産権だぜ。名前とかマークって権利として守られてるのね。商標権が発生するには特許庁に出願して審査を受けた上で、規定の登録料を支払うという手続きが必要だけどな。白い恋人を販売していた石谷製菓さんは、この手続きをして商標権を登録していたってことね。で、それを面白い恋人が侵害したと。商標権侵害の訴訟経緯はそういうことだぜ。実際、面白い恋人はパロディゆえに細かい点まで似せていたからな。石谷製菓は面白い恋人の販売禁止と破棄を求め、札幌地方裁判所に提訴したんだぜ。告示した商品があったんじゃたまらないってことかしら？というか、実害があったそうなんだ。石谷製菓は提訴の段階で、都内で白い恋人と間違えて面白い恋人を購入した、という苦情を何件か顧客から受けていたんだぜ。これは石谷製菓からしたらいい迷惑ね。ところで、吉本興業側は面白い恋人を商標登録しなかったの？2011年2月に吉本興業も特許庁に出願しているぜ。ただ、白い恋人と同一であると言われて却下されているんだ。見比べてみると違う部分もあるけど、そもそもパロディだもんね。それで、次の不正競争防止法っていうのは何なの？不正競争防止法っていうのは企業同士の不適切な競争を防ぐ法律だ。具体的には、他社の商標を勝手に使うことで、消費者に混同させる、つまり間違って買わせるような行為などを禁止する法律だぜ。石谷製菓には実際に間違って買ったっていう苦情が来てるんだし、これは思いっきり不正競争防止法に引っかかってそうな感じね。訴訟内容について話したいところだが、他にも説明する部分があるぜ。この白い恋人と面白い恋人のバトルとも言える訴訟問題は話題になったんだ。お堅い訴訟の話って面白みがないのが恒例だけど、この訴訟問題にはプロレス的な面白さがあるわよね。いや、当事者の人たちには申し訳ないんだけど、霊夢と同じことを思った人も多いと思うぜ。なお、面白い恋人はむしろこの訴訟の発生で、有名になった説があるんだ。そうなの？大阪と京都、兵庫のメインターミナルで、販売されていたわけだが、それらの販売店の在庫が軒並み短期間で、完売するという事態になったんだ。訴訟前と比較して、売上が約8倍にまで膨れ上がったんだぜ。今で言う、炎上マーケティングに似た状況になったのね。商品が売れて嬉しいやら悲しいやら。広報担当者は、なぜこんなに売れているのかわからない。複雑な心境、と複雑なコメントを残しているぜ。そりゃ、訴訟のおかげで売れましたなんて言えないもんね。でもこれ、石谷製菓としては嫌な展開よね。だろうな。石谷製菓は2012年1月25日に1億2000万円の損害賠償を請求したんだ。これは面白い恋人の総販売額などの金額を元に算定した数字だな。間違って買われるのは損失だし、商品の販売そのものを認めないって方針なんだから、妥当な請求なのかしらね。この訴訟、どんな結末になったのかしら。2011年に訴訟、2012年に損害賠償請求と、どんどんヒートアップしていくかに思えたこの訴訟問題だが、2013年2月13日に石谷製菓と吉本興業は和解したんだぜ。あら、意外な結末ね。行くところまで行くのかと思ったわ。でも、賠償金とか販売禁止とかはどうなったの？まず面白い恋人のパッケージは変更されることになったぜ。その上で、販売するエリアを関西の6府県に限定することになったんだ。大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県のみだな。関西土産として地域限定にすれば、北海道限定の白い恋人と被ることはないってことかしら？それで、1億2000万円の損害賠償についてはどうなったの？石谷製菓に対する賠償金の支払いはなしとなったぜ。じゃあ、吉本興業がヒット商品を出しただけに終わったのね。なんか、石谷製菓とは、遺恨が残りそうな決着じゃない？そこなんだが、なんとも良い感じのオチが、6年後についたんだ。2019年に、石谷製菓と吉本興業がコラボして、ラフ&スイート雪解け、という焼き菓子を販売したんだ。数量と販売店舗限定しての販売だったけどな。お菓子をめぐって争った2社が今度は共同でお菓子を販売したのね。なんか、綺麗なオチで終わってほっとしたわ。なお、発売記念の記者発表も行われたんだが、そこで石谷製菓と吉本興業の代表が握手を交わしたんだ。この場には吉本新喜劇座長のスッチーさんと坂井愛さん、さらに北海道出身で吉本興業に所属する人気お笑いコンビの、
タカ&トシさんも参加したんだぜ。タカ&トシさんって北海道出身だったのね。石屋製菓と吉本興業は2013年まで争っていたが、今回は石屋製菓が関西圏で初の北海道外直営店となる、石屋心斎橋をオープンさせるにあたって吉本興業に協力を依頼したんだ。まさかの依頼だが吉本興業側は快諾し、こうして2社の過去の遺恨は文字通り、雪解け、したわけだな。素晴らしいお話だったわ。白い恋人も面白い恋人も両方食べて応援したくなるわね。こういうオチのつく話はいいよな。普段のスッキリしない事件の話と違ってほっこりするわ。でも、和解に至るまでの経緯が気になるわね。商標権の侵害と覚醒競争防止法について、面白い恋人はどう判断されたのかしら？石屋製菓の看板商品である白い恋人と、吉本興業がパロった面白い恋人の正面衝突となった今回の事件だが、ここからは商標権侵害と不正競争防止法違反について、どんな判断が下されたのかを詳しく話していくとするぜ。和解したのはいいけどどう判断されたのかは知りたいわね。まずは商標権侵害の面から見ていくぜ。商標権侵害って似ているとアウトなのかしら？だとしたら面白い恋人は完全にアウトよね。原告となる石屋製菓の商標の文字は、白い恋人、で、被告側は、面白い恋人、だったんだ。そうよね。外観の類似性の面で見ると限りなくアウトなんだが、面白い恋人は観念が白い恋人と違う点が問題になったんだぜ。観念、物に対して抱く意識やその内容のことで、面白い恋人は白い恋人と観念が違うってことだぜ。面白い恋人を見たところで白い恋人と同じ意識は持たないだろ？パロディとして認識するし別物と考えるわね。観念が同じとなるともっと寄せてないと成立しないのかしら？仮に、白い恋人のパクリとして、ホワイトラバー、という、デザインも包装も似通った商品が販売されたとしたらアウトだと思うぜ。シンプルに英訳しただけだし観念も似通ってしまうもんね。面白い恋人はスレスレのところでセーフと考えられたのかしら？そこがパロディ商標の難しいところだな。今回の場合、商品名の形容詞である白いと面白いは、意味が全く違うし共通していないと考えられるわけだぜ。なるほどね。さらに言えば、面白い恋人は吉本興業のグループ会社が販売した、パロディ商品、であるという内容が各メディアで紹介されていたんだ。商標権を侵害してまがいものを混ぜて売ろうとしたわけではなく、ネタとして販売したというわけだな。観念も違うし、商標権を侵害してお金をせしめようとしたわけでもないと。となると、訴訟後に急に売れたのは逆に困ったでしょうね。広報部の人のコメントからも困惑が伝わるよな。で、不正競争防止法についてはどうなのかしら？面白い恋人はあくまでパロディ商品であることを発表してるし、白い恋人とは別の商品であるということがはっきりしているぜ。パロディとして寄せてはあるけど、混同を招くような偽物ってわけではないのよね。それに、白い恋人が基本的に北海道限定なのに対して、面白い恋人は関西圏限定となっていて販売する地域も違うんだ。北海道で売り出してわざと混同させたというわけではないのね。つまり、吉本興業は石屋製菓の白い恋人の商標を、既存するわけではなく、あくまでネタとして面白い恋人というパロディをやったわけだ。そして、別に白い恋人と混同させるつもりがなかったことは、販売地域の違いからも明らかなわけだな。デパートの北海道物産展とかにあったらアウトだけど、そういうことは一切していないんだもんね。それで、和解に至ったということかしら？パロディ商品として存在を認めてしまった方が、双方にとってプラスだと石屋製菓は判断したのかもしれないな。ギスギス争って面白い恋人を潰していたら、逆に石屋製菓の評判が悪くなってたかもしれないわね。そう思うぜ。確かに紛らわしい部分もあるかもしれないが、他の悪質なパクリ商品のように元からある商標を利用して、消費者に混同させて買わせようとするタイプじゃないしな。確かに、他の国でよく見かける悪質かつ露骨なパクリとはまるで違うわね。そういう例と比較するとわかりやすいかもな。今回の件はパクリによる白い恋人のイメージ侵害ではなく、あくまでパロディであるという認識で2社が和解したわけだぜ。不幸な結果にならなくてよかったわね。まあ、不幸な目にあったのは面白い恋人発売当初の時期に、白い恋人と間違えて購入してしまった消費者の人たちだろうな。今では面白い恋人も認知されていて別物とすぐに判断できるが、発売当初で前情報なしだと本気で間違えてしまうだろうからな。私たちは違うものとしてパッケージを見てるからわかるけど、そういう意識なしに見たら勘違いしてもしょうがないわね。まあ、どっちも甘くて美味しいから OK だと思いたいところだな。でも、ラングドシャ生地とゴーフレットじゃ食感が違うわよ。それにホワイトチョコレートの味を期待して口に入れたのに、みたらし味だったら、会社に苦情を入れたくなるのもわかるわね。既
体からの落差という意味では確かにそうかもな。でも、平和的に解決したようだしよかったわ。世の中にはもっと露骨なパクリ商品があるしな。今回の話はどうだった？そんな訴訟問題が存在したことすら知らなかったわ。でも、後味のいい決着をしたようでよかったわね。白い恋人と面白い恋人どっちも応援したいし食べたいわ。お腹の減る話になってしまったな。ちなみにパロディ商標というのは判断が難しいところになっていて、面白い恋人の先例としては、プーマ、のロゴマークのパロディとして、沖縄のシーサーを使った、シーサー、の例があるぜ。そんな争いもあったのね。これはどうなったのかしら？ SHISA という文字を見て想起するのはプーマではなく、あくまで沖縄のシーサーであるとされ、この二つの商標は関連が違うと判断されたぜ。面白い恋人の説明を聞いた後だとどうにか理解できる内容ね。商標とかって縁のない話だったけど調べてみると面白いわ。興味があるなら他の判例なんかも見てみるといいぜ。どうせ暇だろうしな。その一言は余計よ。でも、興味があるから検索してみるわね。というわけで今回は、白い恋人、VS、面白い恋人、事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。